マイナー武将列伝。大友氏に筋を通すのが我が信条。どんなに不利になろうとも大友氏に尽くした門中女宗影。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは門中女宗影について紹介していこうと思います。大友氏が衰退の道を歩んでも決して裏切らずに尽くし続けた忠臣は少なくありませんでした。門中女宗影もその一人です。周りの黒人が次々と大友氏から離反していく中、彼は忠義を捨てず孤軍奮闘しました。一体どのような武将だったのか、ぜひお伝えしたいと思います。変わった名字門中女子とは、門中女子とは門中女とも門中女とも読むようです。ここでは門中女とします。もともとは三好姓を名乗っており、鎌倉幕府に仕え訴訟を担当する役所である門中女の執事となった三好康信に始まります。代々門中女の執事を務めたため、やがて門中女をそのまま姓として使うようになりました。その後、筑後の生葉郡に所領を得た門中女氏はそこに移住し、長岩城を建てました。室町時代には幕府の奉公衆となっています。筑後には多くの国衆が割拠し、特に力のある15の家を筑後十五城と呼んでいました。筆頭は鎌地氏でしたが、門中女氏もこれに名を連ねています。大友氏が筑後守護となっても、独立志向の強い黒人たちは何かと反乱を起こしていました。そんな中でも門中女氏は常に大友氏のそばにつき、協力を惜しむことはなかったのです。祖父と父は大友氏に尽くし、討ち死にを遂げていた。今回ご紹介する門中女宗影の祖父秋豊は、大友氏の敵となった兄弟と戦い討ち死にを遂げました。そして景豊の父重貫は、大友氏に反抗した高橋氏、秋月氏や橘昭俊の討伐に加わっています。重貫は九州進出を狙う毛利氏との戦いにも参加し、大友切手の名将別紀秋貫、橘道雪の先陣を務めました。この縁があったのか、後に重貫の妹は秋貫の後妻となり、娘銀地を産んでいます。そして重貫は毛利氏が退却した後も摩寺城の城代として秋月氏などの監視役を任されたのです。大友氏にとって門中女子は筑後支配においてなくてはならない重要な家臣となっていたわけですね。この頃には宗影も元服していたようで、摩寺城にいる父に代わり本拠地の長岩城を任されました。叔父重次が後見役となりましたが、なんとこの叔父が敵方の秋月氏に調略に応じてしまうのです。秋月氏と重次は重貫の守る摩寺城へと攻め込み、重貫は討ち死にしてしまいました。天正2年1574年のことと言われています。おそらく父の討ち死にに伴い、宗影は家督を継いだのでしょう。祖父や父の意思を受け継ぎ、彼もまた大友氏に尽くすことを心に定めていました。周囲が寝返る中、大友氏への忠義を示す。九州を席巻し一大勢力となった大友氏ですが、隆盛の後には衰退がつきものです。すでに弱体化の影が忍び寄ってきていました。それが天正6年1578年島津氏との耳川の戦いでの大敗です。ここで大友氏は多くの武将を失ってしまいました。その一方で肥前の龍造寺高信が動き出し、筑後へと進出してきます。かつては大友氏に従うような姿勢を見せていた筑後十五条の諸将はほとんどが龍造寺へと寝返ってしまいました。その中にあっても宗影は毅然と大友氏への支持を明らかにし、引き続き秋月氏への監視役という務めを果たしたのです。天正9年1581年、宗影は星野氏の市場を攻略し、反対に長岩城に攻め込んできた星野氏、秋月氏の連合軍を見事に撃退しました。その後も星野氏などからの攻撃は続きましたが、宗影は叩きのめしています。
こうした働きは大友義宗に称賛され、宗景は大友氏の家紋である教養門の使用を許されました。こうして大友一門に匹敵する扱いを受けるまでになったのです。落ち目の大友氏を見捨てなかった。さて、筑後へと進出してきた龍造寺高信ですが、冷酷極まりない一面を見せ、筑後十五条の一員であり自身の恩人でもある釜地一族を皆殺しにしてしまいました。そして今度は頭角を現してきた島津氏に沖田縄手の戦いで敗れ討ち死にします。今度は大友氏の敵は島津氏となりました。筑後十五条の面々は龍造寺氏や島津氏へと走りましたが、宗景は筑後十五条のうち五条重貞とただ二人、大友氏への忠誠を曲げることはありませんでした。それからも彼は黒木氏や田尻氏など反大友勢力の討伐に尽力し、筑後での抑えの役割を担い続けたのです。天正12年1584年には再び星の使徒秋月氏、そして同族ながらも敵となった門中女秋影らが攻め込んできました。宗景は弟の重春と協力してこれを撃退しています。大友方として島津の攻撃を最後まで食い止める。しかし島津氏の勢いを止めることは落ち目の大友氏には難しくなっていました。名将別紀秋面が陣没し、高橋常雲が壮絶な玉砕を遂げると、大友氏はさらに崩壊への一途をたどっていきます。圧倒的劣勢に置かれても宗景は島津氏に下ることを良しとしませんでした。彼は長岩城に籠城し、島津勢相手に奮闘を続けます。それでも限界はあります。さすがの宗景ももうダメかと思うところまで追い込まれました。しかしその頃、大友氏の要請を受けた豊臣秀吉が動き、九州征伐に乗り出したのです。このことが宗景の命を救いました。島津勢は撤退を始め、宗景は豊臣勢の比喩が進行の先導役を務めたのです。戦後、宗景は筑後に奉ぜられた小早川氏の帰化に入ったそうです。そして文禄の役には小早川方として出兵し戦功を挙げましたが、敵方の猛将の部隊と遭遇し異国の地に散りました。残された息子政綱の苦労多き人生。宗景の死後残されたのは幼い息子政綱でした。一説には父を異国で失った彼は放浪生活を送らざるを得なかったとも言われています。その一方、大友義宗に仕えており、文禄の役で彼が味方を見捨てたという咎で改易となったため、政綱も浪人となってしまったという説もあります。いずれにせよ政綱は領地を失い苦労していたようです。しかしそこに手を差し伸べたのは立花宗茂でした。実は彼は政綱の母とはいとこ同士だったのです。そして政綱は宗茂に仕えるようになりました。ところがまたしても政綱は浪人となってしまいます。主君宗茂が関ヶ原の戦いで西軍に属し敗軍の将となってしまったからです。宗茂は家臣たちを連れ肥後の加藤清正の客将となりましたが、やがてそこを辞去しています。この時宗茂についていった者と加藤家に残った者がいましたが、政綱は残った方でした。しばらくは加藤家の家臣として政綱は仕えることになります。しかし旧主宗茂はやがて大名へと復帰し、その後かつての領地である筑後柳川への帰還を果たすことができました。政綱は恩ある宗茂のもとに帰参し、そこで生涯を終えたのです。父宗景とは少々質が異なりますが、激動の人生であったことは間違いありません。まとめ1。門中女子は鎌倉幕府の門中女子辻を務めた家柄で、筑後十五条に数えられた有力国人だった。2。門中女宗景の祖父父も大友氏に忠義を尽くしており討ち死にしていた。3。龍造寺氏の圧迫を受けて周辺勢力が大友氏から離反する中、宗景は大友氏への忠誠を変えなかった。4。
大友氏は衰退していくが、宗景は変わらず尽くし、反抗勢力の監視と討伐に功績を挙げた。5、籠城して島津勢の攻撃をしのぎきるが、小早川氏に仕えるようになった後、朝鮮半島で討ち死にを遂げた。6、宗景の息子正綱は浪人を繰り返す苦労続きの人生を送ったが、最後は立花宗茂に仕えた。門中女という姓は非常に珍しく、数えるほどしか今はいないそうです。官職が姓になったといえば小児氏もそうですね。それにしても宗景の鉄壁の忠誠心はどこから来たのでしょうか。先祖代々大友氏に従い、それが当然のことだったのでしょう。実に武士の心を持った武将だったと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。